いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。現在夜の9時半ぐらいで、札幌から車で稚内に向かっています。2022年の夏山シーズンは、日本最北端の百名山利尻山と礼文島を訪れるところからスタートしようと思います。利尻礼文は毎年マラソン大会に参加するために訪れていて、昨年一昨年を除けば今年で8回目になります。例年は金曜日の夜に札幌から深夜バスで稚内に移動し、土曜日、日曜日とマラソン大会に参加して、日曜日の深夜バスで札幌に帰り、月曜日の朝そのまま仕事に行くという強行スケジュールなので、利尻山を目の前にしてもなかなか登る機会がなかったのですが、今回は思い切って月曜日に休みを取ってマラソン大会の翌日に登る予定です。事前に島の方に伺ったところ、このところ天気が悪くずっと晴れ間が見れていないとのことなので、登山どころか明日明後日のマラソン大会の天気の心配をしないといけない感じなのですが、天気予報では明後日の利尻島一周のマラソン大会行くから少しずつ天候が回復しそうなので、月曜日は登山日和になることを期待しています。ただ土曜日に礼文島で5キロ、日曜日に利尻島では約53キロというマラソン大会の翌日なのと、標高差約1500メートルの利尻山ということもあって、体力的な心配もあるのですが、安全第一で行っていきたいと思います。Thank you.
てたのこんなに綺麗に見えるね。靴形方面も良かったですね。 夜行ったんですけど、はいはい、綺麗に山も出てて、やっぱこっちも夜10時頃帰ってきた時にはもう星空綺麗に出てました。あ、そうですか、はい、そうなんですよね。昨日予報かと思う、昨日夜から晴れてる予報だったから、僕らも早々に寝ちゃったから分からない。電気つける前に行ったんですかね。詰まってきてますね。おあ、こんな立派な、あ、こんな立派な建物があったんだ、知らんかった。もうキャンプ場になってます。そうなんですよね、こんな綺麗なキャンプ場だったんだ。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい、バナナ、あ、バナナ、命のバナナ、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。登るんですか。はい、偶然その辺行くと山頂も見えてます。おー、ここで、ここでちょっとピーチ。あ、本当だ。あ、見えてる。もうここで、あ、見えてる。かっこいい。おー、あそこまで行くの。そう、頑張んなきゃ。マジか。結構白いな。これでスパッと見えてる。あー、本当だ。これ写真撮った方がいいよ。あれを目指して。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、北海道の中にある日本百名山の一つですね、最北になると思いますけど、利尻山に来ています。標高がですね、北と南あるんですけど、南の方が高くて1721m、今そこには行けないんでね、北側の方のピークの方に行きますけど、こっちが 1719m ですね、あります。町の方からすぐね上がれる押し止まりコース、一般的なコースですけど、こちらの方から登っていきたいと思います。標準タイムで登り約6時間、下りが約5時間の11時間ぐらいのね、コースの長いコースになりますけど、気をつけて行ってきたいと思います。登山道からねスタートして、まだすぐですけども、きちんとね整備された公園みたいな、登山道ですね。これからすぐね 300m ぐらい行くと、甘露泉というですね、日本名水百選にも選ばれている、水場があるということで、そちらでねちょっと水をね、せっかくなんで空のペットボトル持ってきたんで、そこで水を汲んでいきたいなと思います。おはようございます。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、今現在時刻5時46分ですかね。はい、4合目まで来ました。これから第一見晴らし台まで約1時間弱ぐらいですかね。まだねゆっくり、富士山
急登じゃないんでね、まだゆっくり歩いて行けますね。はい、今ですね、現在時刻6時23分になりました。5合目までね、到着しましたね。ライチョウの道しるべって書いてありますね。標高が 610m ですね。はい、もうちょっと行ったら第一見晴らし台までね、行って景色を眺められるんじゃないかなと思います。ここからもね、若干もう雲の上に出てね、いや、よく晴れてますね。はい、楽しみです。また安全に行きたいと思います。はい、第一見晴らし台到着、6号目ですね、第一見晴らし台ね。時間が6時43分しました。本山は下だね。わあ、すごい。確かにあそこから見たらどーん。はい、現在時刻6時51分になりました。第一見晴らし台ですね、6号目、これから出発して、次はね、第二見晴らし台をね、目指したいと思います。第二見晴らし台まで行っちゃえばね、そこから先約20分ぐらいで、長官山の山頂までね、到着する予定なので、まだまだ頑張っていきたいと思います。はい、7合目到着しました。はい、現在時刻が7時10分ですね。7合目、胸突き八丁。標高 895m。 よし、まだね、これから急登がね、待ってるんで、さあ行きましょう。マイペースに通るとまだまだ。はい、はい、今7時43分、標高 1120m ですね、第二見晴らし台に到着しました。予定より早いですね。いやー、8合目到着。
はい、8時2分ですね。8合目長官山に到着しました。標高1218まで、ね、上がってきました。ついに、ね、本峰の利尻山が姿を現しましたね。ちょっとここで休憩して、はい、今8時23分になりました。避難小屋にね到着しましたね。正面にはねもうずっと利尻山頂がね見えてますね。はい、こんにちは。利尻のね避難小屋の中です。綺麗ですね、意外とね。じゃあまた、9合目、ちょっと風強いんですけどね、9合目到着しました。標高が1410メートル、現在時刻は8時53分ね。まあ予定より早いね、早く降りてるね。さあ、ここからが正念場。おお、ありました、ました。市里名物、ここからが正念場ですね。よいしょ。おう、もうすぐ。はい、はい、山頂見えてきました。Yeah.
はい、着きましたしりさん、ちゃん、ちょうさん、はい、着きました、しりさん、ちょうよいしょ。はい、はい、ナイス、イエーイ、頑張ったわ。はい、頑張りました。ああ、ロースです。怖い。ありがとうございました。今富士山からね下山してきました、時間が14時4分ということで約9時間のね参考になりました。なんかね利尻は数週間ずっと天気悪くて、私もね昨日、毎年ここ8年連続で来てるね利尻島一周悠々ランニングっていうマラソン大会に走ってるんですけど、利尻山は約20年ぶりの登山でしたね。天気がね急に回復してくれて、本当にいい参考になりました。また来年もね、来たいと思いますけど、まあ登山はねするかどうか分かりませんが、また来年も来たいと思います。じゃあ次回の動画また楽しみに。